3月3日、長崎に行列を作る店がオープンしました。そこはラーメン店。これまでのラーメン店のイメージとは一線を画した斬新なデザイン、そしてこだわりのラーメン。この店の高いパフォーマンスに長崎の人々は注目しました。そんな新しいラーメン店を手掛けたのはラーメン界の革命児、株式会社万一社長の田中稔さんです。彼の出発点は福岡県久留米市です。昭和28年、祖父が始めた餃子の屋台満州屋を2代目父の明さんが受け継ぎ、久留米にラーメン店を開業。その3代目として生まれました。しかし彼が中学3年の時、最愛の父を失いました。消えかけた店の火を必死に守り抜きました。もうやるからには僕はもう日本一を目指そうと思ったんで。日本一うまいラーメン店を目指し、徹底した味の追求を繰り返しました。やがて独自の豚骨ラーメン、そして餃子を生み出しました。その味は瞬く間に人々から注目され、店は全国各地に広がっていきました。そして2011年、これまでの集大成を一つのブランドに注ぎます。新しいブランド万一ゴールドレーベルを立ち上げます。この新たな船出の地に長崎を選びました。それは家族への思いです。父、そして先祖のふるさと長崎から新しい船出をすることが何より彼のこだわりでした。まず長崎の方たちに認めてもらってこそ次があるんじゃないかと、その先があるんじゃないかと思って。世界を目指す新ブランドへの思いに各分野のプロフェッショナルたちが応えます。最上級の味と空間、そしてサービス、それを世界へ向け発信します。そのすべては素晴らしい出会いのため。美味しさとの出会い、人と人との出会い、豊かな時間との出会い、一杯のラーメンにその思いすべてを込めます。出会いをどん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 、なんかいろんな方たちに出会ってもらいたいなって、そのラーメンの中で。長崎市の四庵橋そば、伊豆長崎ビルの1階に新しい店ができようとしていました。居酒屋があったこの場所に、これまでの店とは一線を画す新しいコンセプトのラーメン店が生まれます。女の子一人でも行けるっていうか、女性一人でも行けるようなお店をめちゃくちゃ絶対作ろうと思ってたんですよ。そん中でも絶対日本一かっこいいラーメン屋さん作ろうぜって思って。佐賀県鳥栖市、ここに株式会社万一の営業本部があります。
現在全国に23店舗を構える万一グループ、その社長が35歳にしてグループトップに立つ田中実さんです。万一グループの原点は久留米で始まった小さな餃子の屋台。田中さんの祖父田中平三郎さんが昭和28年餃子専門の屋台満州屋を始めました。そして2代目田中さんの父明さんが久留米の街中に店舗を構えました。その店で豚骨ラーメンを始めるようになりました。そんな満州屋に実さんは一人息子として生まれました。実さんが中学3年の時、父明さんが他界。しかし若かった実さんは満州屋の3代目に生まれながらその道に進む決心がつかずにいました。高校卒業してやっぱり僕ラーメン屋さんなんかしたくないってずっと思ってたんで、やっぱなんかもうかっこいいことしたいなって、もうちょっと本当洋服屋さんだったりとかそういうことにしたいなとか思ってて、一度家を飛び出して、父が亡くなり母親一人で店を続けていた満州屋。しかし人手も足りず経営は悪化するばかり、店の火は消えかけていました。19の時に僕がもうお店を辞めるって電話があったんですよね。でその時にっていろいろ考えた時に、やっぱり僕の思い出、生まれ育ったところがなくなるって。ラーメンのことも餃子のことも何もかもが分からず飛び込んだ世界。それでも彼には揺るぎない大きな決意がありました。どうせやるんだったら親父の店を日本一にしてやろうと思って、満州屋が一番という名前にしましたね。父の店満州屋を日本一のラーメン店にすること、その決意を胸に店の名を満州屋が一番に改名しました。父が開いたその店は今も原点となった場所として久留米に大切に残しています。実さんはこの場所で母から満州屋のすべてを教わりました。お母さんからずっと教えてもらいながら、ラーメンであったり餃子であったり、やっぱ寝れないですよね本当ね。もうずっとやっぱ1時間2時間とか寝ながらやってたんで、3ヶ月4ヶ月ぐらい。でも自分の形に持っていくんだって、早くって。やがて独自のラーメンを作り出しました。豚の頭の骨のみをじっくり炊き出し、呼び戻し法という秘伝の製法でコクと甘みと旨みを凝縮させました。そのラーメンは久留米豚骨絞りと名付けられました。餃子も改良を重ねました。皮はより薄くしパリパリ感を強調、あんもよりジューシーさが出るよう絶妙のバランスに仕上げました。その味はいつしか全国に知れ渡るようになりました。ラーメンや餃子の日本一を決定する大会でも優勝を果たすなど、評判はどんどん上がっていきました。そして満州屋が一番は今や全国に14店舗を構えるほどになりました。さらに今後も出店を控えています。久留米豚骨絞りを広げていった満州屋が一番、それに匹敵する次なる味の追求を始めました。それは博多豚骨ラーメン。挑戦することはいっぱいあるって、だったら別に博多の豚骨ラーメンにも挑戦しようって。長崎市にあるアミプラザ長崎です。この5階に博多頂点があります。新たな挑戦に踏み出し、2006年満を持して博多頂点を立ち上げました。全国に8店舗を構えるこの店の核となるラーメンこそ博多豚骨ラーメンです。自家製の辛味噌や香油を加え、
コクのある中にさっぱりとキレのあるスープを作り出しました。またトロトロに煮込んだ角煮を乗せたラーメンなど新メニューの開発も次々に行い、新しい味を作り出していました。そして今年、これまでの集大成と位置づける新ブランドを立ち上げます。それは世界をも見据えた新たなコンセプト、女性も入りやすい空間作りと最上級のアジアサービスにこだわったブランド、万一ゴールドレーベルです。そのブランドの出発点は長崎です。3月3日のグランドオープンを目指し工事が進められていました。1号店を長崎に選んだのには理由があります。亡くなった父や先祖のふるさと長崎を再出発の場所にすることこそ意味があると彼は考えています。じいちゃんばあちゃん、お父さんの生まれ故郷である五島列島長崎にやっぱ出すことが僕にとっての、言い表せないんですよね。なんともやっぱ長崎から発信したかったっていうのが、海外の文化を受け入れてきた歴史のある長崎は世界を目指し航海しようとする始まりの地にふさわしいと感じています。いろんな人たちの融合でできた町じゃないですか、長崎って。いろんな人たちの交流があって、それをなんかこう受け入れられる町っていうか。ラーメンを世界に発信したい、そんな彼の思いに応えるべくプロフェッショナルたちが集まりました。